ここもテレビではほぼ報道されないので、ネット世論が完全に勝ちますので、首を洗って待っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、正直。兵庫県知事選挙行われまして、01というもうすぐに斉藤元彦元知事が当選したということで、このニュースについて解説したいと思っております。以前からですね、 NHK 党の立花さんと対談をさせていただいたりとか、日本維新の会の音喜多俊さん、この間落選しましたけれども、まあ、彼とも対談させていただきまして、兵庫県知事選挙の情勢について聞いたんですけれども、対抗馬である稲村和美氏、市民派という形で担ぎ上げられているんですけれども、実質的にこれ多分昔ですね、橋本徹さんとかが大阪を改革、維新の会で改革しようとしてきた時の構図と似てると思うんですけども、あの時も維新の会、大阪維新の会 VS 自民、公明、民主、共産ということで、規制政党が全員反対したということで、全員反対勢力になったということで、結局橋本徹さんは知事になってから、彼はもともとね、弁護士、人気弁護士で、テレビなんかにも出てる弁護士で、その知名度を利用して大阪府知事選を勝ったことを皮切りにして、地域政党大阪維新の会を立ち上げて、議会まで全部抑えてしまわなければダメだということでやられたわけですけれども、皮肉なことにこの斉藤知事ですね、維新の会にも推薦されていた知事だったはずなんですけれども、今回県政局長ですかねのパワハラを特定通報窓口ですね、通報した後身元が特定されて懲戒されてしまい、その後で自殺したと。その辺の因果関係ははっきりしないんですけれども、こういう時に自殺すると大体パワハラの、告発したパワハラの知事が悪いみたいな話になるんですけど、私もですね、ライブドア事件の時に関係者が自殺したんですけれども、その時も僕が悪いっていう話になりましたけれども、その時はですね、私たちの弁護士が彼が自殺したであろう原因の一つを突き詰めまして、それによりは私への批判というのは沈静化したんですけれども、こちらの場合もまだ真意は不明、警察捜査機関がやったわけじゃないんで、僕の時はね、検察が出してきた証拠、検察にこういう証拠あるんじゃないかということで請求した証拠の中で横領してたということが、発覚しまして、それは裁判で全部資料証拠提出されたわけですけれども、今回の場合そういった裁判等は行われていないので、証拠提出されてないので、公開の薬事委員会とかこういったところでしか出てきてないようなことなので、これは真意不明のインチキ情報だということを、どちらかというと規制マスコミ側についた方々は言っていらっしゃいます。これは面白いことに、なんていうんですかね、いわゆるそのライターさんとかフリーライターさんみたいな人たちも、どちらかというと既存マスコミ、テレビだったりとかラジオだったり、こういったものを信じる人たちっていうのは、どちらかというとアンチ斉藤派の意見に組みする人たちが多いんですよね。なので今回維新まで、維新もだから今回衆議院議員総選挙で負けた一つの原因は、どちらかというと規制政党側に、少なくとも大阪維新じゃなくて日本維新の会はついたんじゃないかというふうに思われてんじゃないかってことも一つの原因なんじゃないかなと思います。もともと橋本徹さんが党首だったわけですけれども、大阪維新はね、日本維新の会になって国政政党として微妙なんじゃないかみたいな発言で、たまにですね、橋本さんが批判してたりとかするんですけれども、そういうふうな形になってしまったことが、むしろ日本維新の会じゃなくて国民民主の方が真の改革政党なんじゃないかというふうに国民が思っちゃったんじゃないかな。少なくともネット世論に関してはそうでしょう。正直これ僕の YouTube も本当に日本の要人たちがみんな見てるよ見てるよっていうぐらい、テレビより多分 YouTube の方が見られてるんですよね。政治に関してもそうだし、割と高齢の方でもね、この配信多分見てると思いますけれども、見られてるんですよね。だからテレビとかのマスコミが言うこと、新聞テレビの言うことよりもネットの言うことの方が信じられるんじゃないか、あるいはそれが主な情報源になりつつあるということを今回示した選挙でもあったのかなというふうに思います。なので最後、兵庫県下の22の市長、首長が集まって斉藤元知事を批判すると、稲村さんを支持するみたいな発言をしたりとかして、これで斉藤さん勝っちゃったわけですから、民意は斉藤さんにあるわけで、これからおそらく NHK 党の立花さんが新党を作って斉藤知事を支援するということをおっしゃってるので、多分全ての市長選にアンチ斉藤で行った人たちは全員対抗馬立てられて、ここもテレビではほぼ報道されないので、ネット世論が完全に勝ちますので、多分首を洗って待っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、正直。まず多分確実に既得権益の固定票を集めて、選挙戦に臨んでもまず確実
に負けると思います。これは本当に斉藤さんにごめんなさいしてですね、私は心を入れ替えましたぐらいに言わないと、こういった既得権益とかそういったものに組みしませんぐらいのことを言わないと多分勝てないんじゃないかなと思います。これマジで勝てないと思いますんで、本当に。あと県議の方々も、今回リコールに加担した県議会議員の人たちも禊を済ませない限り斉藤さんの方が民意だってことなので、おそらくで多少の痛みがあるような改革、要はパワハラパワハラっていう風に告発したこともですね、これまでの自分たちのやり方、そういったものを批判されて、ある意味ですね、これまでこうやってみんなで仲良く県民のお金を食いつぶしながらやれてたじゃないかと、多分そういうことなんじゃないかなと思います。そんな身を切る改革とかで、ね、ドラスティックな改革なんかやらなくても県はうまくいってたじゃないかという風に多分言いたかったんだと思いますけれども、そんなんじゃ生ぬるいだろうと、ちゃんとした改革をしなきゃいけないんだっていうことで、多少パワハラとまでは言いませんけれども、ある程度ドラスティックな改革をするということは、そうやって内部にハレーションを生むということを、仲良し小良しでやっててはダメだってことなんだと思います。三戸正和さんという元兵庫県会議員をやってた人たち、やった人からも聞いたんですけれども、彼もね、鹿野さんという方を神戸市長選かなに担ぎ出した時に、民主党の支援した候補者を応援しないことで裏切り者ということで除名をされたということだったんですけれども、そろそろ少数の、比較すると少数の既得権者を守る政治をするのではなく、本当に市民の側向いた政治家を、多少強引な手法でも改革してくれる人を選んでる。多分トランプ旋風とか石丸旋風なんかも多分似たような現象だと思います。今回ですね、さらに兵庫県知事選挙っていうところもポイントだと思うんですけれども、石丸さん、僕とですね、僕の対談とかででもですね、いろいろお話ししてたんですけれども、もう一歩足りなかった部分がある。それを竹中平蔵さんと僕話した時に、もうちょっと面白い論点というか、ドラスティックな論点を言った方が勝てたんじゃないかっていう話もありました。したけれども、それ以上にやはり規制のマスコミが小池百合子さん優位ということでやっぱり喧伝するものですから、届かないんじゃないかということで一息ついてしまった面もあるんですけれども、関東圏で言えば東京都知事選じゃなくて千葉県知事選とか埼玉県知事選とか神奈川県知事選ぐらいの感じなんですよ。だからマスコミも一応ね、兵庫県もサンテレビっていうローカルテレビ局あるんですけれども、ほとんど視聴率取れてないんで、他人事とまでは言いませんけれども、そこまでトーンが大阪府知事選とかに比べるとトーンダウンしてしまうということで、既存のマスコミの力も東京都知事選とかに比べると弱かった、そういったところもありますし、一応現職の首長だったわけですから、知事だったわけですから、その辺の知名度をなんかも大きかったんじゃないかなと思います。ネットが選挙を変える、今回のね、兵庫県知事選挙もそうですし、衆議院の総選挙も国民民主党が大躍進したということがありますので、もしかすると、もしかして少数与党の石破茂内閣は早期に崩壊をしてですね、来年の参議院議員選挙の時に衆参ダブル選挙ということも十分考えられますので、ちょっとこれからの政治の世界の移り変わりに注視をしていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。どろしょい。